こんにちは。今回は東京駅近くのファミマサピアタワーサテライト店で無人決済を体験してきました。こちらの店舗、店員がレジにいない無人決済店舗で2021年3月下旬にオープンしました。ファミリーマートの無人決済システムを導入した1号店になります。通常の3割程度の55平方メートルの敷地にお菓子やお弁当、飲み物など約700種類の商品を揃えています。店内は無人ですが、品出しや商品管理のためにバックヤードにはスタッフ1人が待機しているとのことです。利用にあたり事前にスマホのアプリを用意するなど買い物客側が準備することはありません。それでは実際に無人決済店舗で買い物を体験してみます。まずは専用ゲートを通ってお店の中に入ります。天井には48台のセンサーカメラが設置されており、これと棚にある重量センサーでお客さんがどの商品を手に取ったかをリアルタイムで把握できるといいます。そして出口付近にある専用のレジ端末の前に立つと、手にしている商品と値段がすぐに画面に表示されます。おなじみのコーヒーもバーコードをスキャンすることで購入可能です。あとはクレジットカード、電子マネー、あるいは現金などで決済すれば出口のゲートが開く仕組みです。コンビニは朝の出勤前など急いで買い物をしたいときに使うことも多く、入店、商品を手に取る、専用レジの前に立つ、決済という流れでスピーディーに買い物できるのは大きなメリットと感じました。ファミリーマートは人件費削減にもつながるこうした無人店舗を全国各地で展開していくとのことで、機会があればぜひ利用してみてください。